北欧軍とは、土星の外部衛星のうち、逆光軌道を持つグループである。軌道長半径は1200万から2400万 km、軌道傾斜角は136度から175度、軌道離心率は0.13から0.55、程度と幅広く分布している。北欧軍という名前は、国際天文学連合の命名委員会で、このグループの衛星が、 国王神話に関する名前にちなんで命名されていることに由来する。例外はギリシア神話に由来するフェーヴであるが、これは発見時期に相当な開きがあるためである。土星の不規則衛星の軌道要素を示した図。横軸は軌道長半径、縦軸は軌道傾斜角である。黄色の線は金土点から円土点までを表しており、軌道離心率の大きさに対応している。 北欧軍は逆光衛星の集まりであり、の下半分に広く分布している。北欧軍の最大の衛星フェーベ。北欧軍の特徴は、イヌイット軍、ガリア軍とは異なり、軌道要素のばらつきが大きいことである。北欧軍の衛星の中には、より軌道要素が近い衛星で、サブグループを形成しているものがある。例えば、軌道傾斜角が174の前後に集まっている。 ものは少なくとも2つのサブグループを形成する。2018年現在、確定番号が与えられていない衛星も含めると、北欧軍に属する天体は46個、発見されている。このうち12個の衛星が海軍としてスカジ軍を構成する、軌道傾斜角147から158度。また、ナルビト、ベストラなど3個の衛星も、 海軍を構成すると考えられている。北欧軍に属する衛星は似た軌道要素を持っていることから、かつての母天体が衝突によって破壊され、その際に生成された破片からなっていると考えられる。破片に起源を持つ小さい衛星が形成された際、土星の周囲にまだガスや塵が残留していた場合、衛星はそれらとの相互作用によって土星の方向へと落下してしまう。 北欧軍を構成する天体が現在も似た軌道要素で土星を公転しているということは、これらの衛星が形成された際にはすでに土星の周囲からはガスや地理が失われていたと考えられる。ありがとうございます。